2010年8月19日新王リーグスズラン大会準々決勝、サトシとシンジ互いの信念をかけた戦いは激戦の末サトシが勝利した。この出来事を人々はこう呼んだ。努力値のサトシ、個体値のシンジ、種族値のタクト。おはようございます、ナガトです。サトシが野生のポケモンを育成のみで準優勝したことになれまして、今回から個体値厳選し禁止縛りがダメだ今回から個体値厳選禁止縛りでポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールの対戦をしていきたいと思います。具体的な縛りについては字幕で解説を入れているので、そちらの方をご参照ください。それでは対戦の方をやっていきたいと思います。ラッティオースラッティオースどうすんこのパああラティオス重ああラティオス重173 63レベルだから173、先発時段だなやっぱ。で薄い格闘鋼格闘家飛んできたらどうしようもないな。しまった、薄い入れらんねえかも。でポワー入れたらこれで3匹いや、マジでか。これで行くしかねえ。やば、ラッキーどうすんだ、これ。マンムー。時短。とりあえず、セララバリならワンチタイル。ドレパンから入る。あれ全然効かねえ。勝たないマンム。捨てろ。起点作り型じゃあ HB とかかな。なんか異様に硬くなかったか。つぶて。いって。よかった、お盆剣で入った。回復 C の、マジカル社員。いや、倒しきれねんかい。そのための神速。だが、張り切りのため、当たらない可能性も大いにある。だが、当てる。最高。ステルは巻かれたけど、マンム突破。役割はさせちゃったな。でも、どうせ助けた。マンガーいやでもこっちのドレパン見てんだぞ。何してくるか分かんねえな。ドレパン見ててバンギ出してくんの。勝てやっぱ全体的に耐久ぶりだなこいつら。アイアンヘッド、え、不意地での耐えそうな感じあるよね。やっぱ耐えるもんね。ちょっと舐めてんじゃない。普通に岩のあたり打ってこないと倒せないって。岩は先って、何してんだ何してんだお前今勝てそうな流れだったのに何してんだ。ちょっとマジ何してんの本当に。爪発動、大地の力、割と得を振ってるから倒せそうな感じはある。 OK、 バンギ突破、ルカーリオ、え、これワンチャンいけるくね、これワンチャン勝てるくねえか。ちょっと待って、まさか初勝利ある、嘘、剣舞、ちょっと待って、やだやだ、負けたくない負けたくない、剣舞神速で負けたくない。大地を愛せよやった勝てた勝てたありがとう光星、楽しいデュエルだったぜ。